おはようございます。民宿を今出ていきます。時刻は9時ですね。まあのんびりしました。まあこれぐらいがちょうどいいとこですね。なんちょったかな、民宿伊予寺ですね。民宿伊予寺、ちょうどね、ほんま食事がね、はい、だったのは残念でしたが、このちょうど出せる時でなかったっていうかな、それは本当に残念だったんですけど、それ以外最高でしたね、これ。北陸道に乗りました。これで、右で岐阜の方行くんやな。まあこっち富山の方行くって分かれるんやな。いきなりです。ちょっと今頃になってですけど、このナビの見方がちょっと分かってきました。本当にどこで曲がるかっていうのを何メートルで、こう左の先っちょにこう、あと例えば300メートルでとか、100になった、60になった、はい、そこで曲がるとかいうのこう距離で出とったよね、口だけでなしに。それ知っとったらもうちょっときちっと曲がるとこ間違わんでいけたような気がしますね。今ちょっとね、軽く霧雨というか、まあ雨やいうほどでもないんですけど、こう軽く降ってますね。まあこれ霧がそのままちょっと雨粒みたいにこうやってかかっとうだけなんだろうけどね。ちょうど帰っていく時にやけんベストやけどね。で今ね、ちょっとこのバイクのことでいろいろ考えてるんですけど、この VFR1200X って本当にこういう高速道路走ったりね、遠くに旅をするっていう時はめちゃくちゃいいよね、これ。おっつい楽。まあ当然お尻やって、そのシートやってね、そういう長い旅用に作られてるんだろうから、まあいろいろあるけど楽ですよね。どのタイミングで乗り換えるかっていうね。いやいや、まあ当然こう年も行ってきて、こう重いっていうことなんですけどね。今ね、サービスエリアで食事しようと思ってたのに、ちょうどこう工事してて、その辺でね、なんかそっちに注意してたら通り過ごしてしまいました。ショックで、朝ごはん食べてないんですよね。だからそこでもうね、時間9時41分来てるんですけど、コーヒー飲んでなんかちょっと食べようと思ってたのに、ショック。まあええわ、しゃあない。もう次を探さない、しゃあないね。ここは美濃というとこみたいですね。美濃ってね、美濃和紙っていうのがこっち有名で、以前、その和紙の関係のところとかね、ちょっとこう観光したことありますね。もう少し天気が良かったらね、伊吹山に、だいぶ高いところまでね、道が通ってるみたいなんで。一番上で、なんていうかな、スカイラウンジというか、そういう展望台みたいなところもあるみたいなんで、伊吹山行きたかったんですけど、まあ、こんだけ天気っていうか、特にこのね、こういうところが悪いこともないんやけど、山の上やったら、おっつい悪いやけんね、ちょっと今日は残念ながら、まあ、行くのをやめます。
今高速道路上で前タイヤがパンクして路肩に止まってる車があったね。まあ私もそうやけど、そのタイヤの切れ端を避けたけどね。ありゃ大変やな。太陽が出てきましたね。今日は大津で、まあ温泉のある旅館っていうかところで泊まるんで、4時チェックインなんでね、案外時間があったんでのんびりしていました。サービスエリアでね。ただしまあ今からちょっと着いてチェックインはできないですけど、琵琶湖の周りでも回ってみようかなとこう今思っています。まあ、琵琶湖ツーリングやね、それをしてみようかなと。この道はですね、琵琶湖の方に行きたくて適当にそっち方向かなという方に行ってるだけで、目当てがあるわけじゃないんですよね。まだね、チェックインまで2時間ぐらいあるんで、もう琵琶湖まで来たので、琵琶湖の周りをちょっとね、走ってみようかなと。で、なんかちょっとね、太陽っていうか空もね、なんか青空が見えてきてるの、これ。一時期あれだったんですけど、ちょっと気温も上がってきましたね。ここ左側に見えてるのは、これは琵琶湖です。急にこう涼しい風が吹いてきて、おっつい気持ちいいね。なんかこう散歩して椅子に座っとしておるね、琵琶湖のほとりで。ごっつええな、これ。これをせないかんな。あの前の橋が琵琶湖大橋やな。ちょっとあれは今日は渡らないというか、向こう側でなし、こっち側をこうずっとね北上していこうと思っています。なんか私があんまり分かってないとこ行ってますよ。綺麗ですよ。そしてこれなんか前行ったことあるんやけど、忘れとんな、これ。この道ね、なんか綺麗なとこやな、これ。単なる僕の目標は琵琶湖の東側を走ろうっていうのが今日のね、まあ目当てなんですけど、以前ここ本当ね、本当は一度走ったことはありますね。北側からこう南へだったような気がしますけど、今みたいに南から上がっていくのは初めてですけど、こういう左側には駐車場があって、その近くでですね、たくさんの人がね、テントを建てたりして、あそこも、まあ、ありますけど、楽しんでますね。その泊を伴うのか、デイキャンプみたいにしてるのか、ちょっとその辺はわからないんですけど、あの人もテント耐えてますし、これなかなか楽しそうなね。本当に。で、駐車場がね、そこらかしこにこう琵琶湖の旗にあるんですよね、この東側の。で、みんな楽しんでますね。こういうとこね、こうパーキングがあるんですよ、これ。入ったらこれ駐車できるんですけどね、駐車場があって、水生博物公園には予約がいりますけど、ずっと行ったらくるっとこう回ってこっち出てきてしまいましたね。やっぱり太陽が出て暑かったね、今日ね。今ちょっと日陰になってるんで爽やかで気持ちいいね。太陽が出とんより日陰がいいっちゅうのはちょっと贅沢とも言えますが、もう日陰涼しいで気持ちいいです。だいぶ日が暮れてきました。本当は4時にチェックインする予定だったのが、もう5時11分になっています。ちょっとね、琵琶湖の東の方でうろうろ遊びすぎました。 これ何するっちゅうわけじゃないんですよ。のんびりこういうね公園みたいなところでうろうろしてたら、
結果としてね、遅くなってしまって、ほんまに、あ、こっち側でもこういう土手というか琵琶湖のところで遊ぶとこはあったんやな、こっち来とっても。こういうとこね、これずっと散歩道ありますもんね。これ坪田屋さんに到着しました。まずちょっとこうチェックインしてからいろいろします。これが今日この度最後のお宿ですね。ああ、ここで今温泉入ってきました。ここね、温泉があるんですよ。まあ当然だって宿ですから、宿っちゅうかのホテルとかじゃないんで、ちっちゃいとこなんですけど、まあちょっと大きめのね、温泉があります。大変気持ちよかったです。今からビールいただきます。どうもお疲れ様でした。明日はね、ほんまに気をつけて、最後の家まで帰りたいと思います。それではもうあと最後帰るところはね、もうどうということもないので、これで今回の旅はお別れしたいと思います。どうも本当に長い間見てくれてありがとうございました。それではまたいろんなね、動画を上げていきますので、よろしくお願いします。バイバイ。もしよかったらね、登録なんかしていただけると私めちゃくちゃ喜びます。お願いします。さよなら。